お主、何をジロジロ見ておる。ん、わしの顔に何かついておるのか。何、なんちゃいでちゅか。だと、ふん、わしはこう見えて400歳のヴァンパイアじゃ。お主よりとうに大人じゃ。あ、ちょ、頭を撫でるな。ぐぬぬ、はあ、お主なんぞ血のみごよ。わしは何をムキになっておったのじゃ。まあ、わしは余裕で大人じゃから、お主とは争わ。ぬぬぬぬぬぬ、頭をポンポンすんな。ふぅ、もう、もう、ところで、お主、喉は渇かないか。ふむふむ、じゃあこのトマトジュース飲むか。何、トマトジュースが嫌い。つべこべ言わず飲むのじゃ。くっくっくっ、飲んだ飲んだ。お主、このトマトジュースを飲み干したな。くっくっくっ、これ実はトマトジュースではないのじゃ。驚いておるの。くっくっくっ、これはわしの血じゃ。そしてお主と眷属の契りを交わしたのじゃ。くっくっくっ、今日からお主はわしの眷属、いやペットじゃ。おやおや、どうした。先ほどまでの異性はどこへやら。ほら、わしに対して抵抗できまい。くっくっくっ、わしの血を飲んだんだ。お主はもう人ではない。これから悠久の時をわしと共に過ごすのじゃ。ずーっとずーっとじゃ。なあ、お主、わしのペットになった気分はどうじゃ。嬉しかろう。くっくっくー。これからは人間の寿命とやらに怯えずに過ごせるのじゃ。感謝してほしいの。あ、争いも憎しみもない、こんな素敵な存在になれて嬉しいのではなかろうか。いいか、お主は他の者とは違う存在になれたのじゃ。何、そんなことは望んでないじゃと。望んでいないことはなかろう。お主ら人間はいつも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 死ぬ間際には助けてくれと懇願するし、富を築いた者も最後は命乞いをする。
この理不尽な能力を他の誰でもないお主ら人間が欲しておったのじゃ。なあ、それでもまだいらぬと申すか？そうか。勘違いするな、ガキ。これは選択ではない。一方的に理不尽に忖度なく偶然的に拒否権なく返品不可なのじゃ。そう、お主は与えられたのではない。ある種鎖で縛られたのじゃ。そう、わしとお主の間の見えない鎖で縛られたのじゃ。くっくっく、もう逃げられないの。わしはずっとお主を眷属にするよう動いておった。なあ、お主が愛おしく見えてきたぞ。これからはわしと共に過ごし、そして夫婦となるのじゃ。何？好きな子がおるじゃと？そうかそうか、その女子が好きなのか。くっくっくっ。ああ、お主が口に出さなければ長生きできたろうに。その女子、明日にはこの世からいなくなっていようぞ。そう、バラバラになって原型をとどめないかもしれないな。お主はな、わしを見てればいいのじゃ。ずっとずっと終わるその時まで。この時代は住みにくいの。タピオカ？なんじゃそれ。ま、とりあえずわしの喉を潤してくれるのなら何でもよいがの。おい、このタピオカとやらを一つくれ。ほう、これがタピオカというものか。見た目はカエルの卵じゃの。現代のものはこのようなものが好きなのか。まあよい、飲んでみるか。美味しかった。あ、いかんいかん、こんなところで道草を食ってる場合じゃなかった。ん？あのものは。ふう、微弱ながら容器をまとっておる。ふむ、わしの眷属にしてやるか。くっくっく。
最後までご清聴ありがとうございました。評価、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではこの辺で、おつだらー。